はいどうもみなさんこんにちはこんばんはおはようございますということでですねえー、今日も張り切ってまいりましょう黒田拓也の「たまどい」ということでだいぶご無沙汰になります私黒田拓也でいやたくだダークロが帰って で参りまりした211回、えー、黒田拓也のタイムアウトということで、ですね皆様、鼓膜が寂しかったんではないでしょうか、そうなんですね、もうやめたのかと、終わったのかと、ムーンフラ一本になったのかと、えー、いう声が、ですね方面方面から聞こえてきてたわけなんですけども。 なかなかですね忙しかったんですよねハワイ遠征に行ったのが7月の末そこから怒涛のコロラドツアーから、えー、カナダ、えー、はバンフというところのですねサマープログラムで先生業をしてみたりと、えー、ようやくそれが終わって今ちょっと。 時間ができたというところの8月の末9月の頭という感じですが、えー、皆さんいかがお過ごしスタイルなわけでございますけどもですねどうしてたんだということですよねいや忙しかったというのはあるんですがなんと、えー、田大黒44歳これもうオリンピックと同じぐらいの周期で、えー、この事件が起こるんですけども。 久しぶりにですねぎっくり腰をやってしまいましてですねあのー、この痛みをまた思い出したという感じですかね前回は2020か2021あたりだったと思うんですけどもその時はもうぎっくり腰これ言ってたのかなタイムアウトで言ったかどうかも覚えてないですけど実はヘルニアになってたんですよね多分話はしたと思うんですけども。 その際はもう、もう現状復帰できないんじゃないかというぐらいですね、あの不安に駆られまして、数ヶ月かかったんちゃうかな、ほんまに。日本に行ってはいろんな病院でオピニオンを聞いてですね、セカンドオピニオン、サードオピニオン、フォースオピニオン、バビリオンなんて言ってますけどもですね、結局もう手術もするんかせえへんかぐらいまでのトークを先生ともしたん覚えてますが、紹介でね、 あの僕は神の手と呼んでるんですゴッドハンドの方に出会うことができましてですねまあ、彼に、えー、施術をしてもらって圧になるんかな一応5回ぐらい通ってだいぶ良くなってあほんと治ったなという感じだったんですけどもその時はもうそのいわゆる腰グッズを買い漁ってですねあのー クッションならぬこうディスク型座布団丸いお尻に引くやつなんですけどもそのクルクル回るんですよねそのその座布団見て座布団っていうのかのんかなあの硬い丸いやつなんですけども、まあ、そう座りながら作業するときにこう腰をずっとクルクル動かしながらね、えー、痛みを和らげたりまたバランスボールに座ってやってみたり腰バンドも買いましたし。 もうあらゆるグッズを買ってしのいでた人間と面白いですねいやもうこれいらんやろみたいな感じでしまったりですね友達にあげたり片付けてどっか行ってもうたりして今回またなあないないってなってですねまあでもそんなにひどくなかったんですがいまだにちょっとですね、えー、不自由なところはありますまだ4日目ぐらいなんですけどもこれ喋ってるのが。大変なあのー トラベルトラベルのトラブルがございましてですねコロラド行ってカナダのバンフ行ってさあやっとニューヨークに帰れるぞと疲れ果てて、えー、バンフカナダはカルガリーという飛行場からトロント経由でニューヨークに帰ってくるんですけども1、えー、つ目の飛行機がディレイしましてトロントの乗り継ぎがうまくいかずあ やばいなとクレイグと2人で旅してたんですけどもまあすぐに次の飛行機に乗れるやろうとトロントからニューヨークには1日10便ぐらい飛んでますからと言われてですね最初の飛行場であ,あんなも余裕やと思ってトロントでさカスタマーサービスに行ったら次の飛行機は2日後になりますと2日後ですって皆さん次の日の朝1ぐらいやろうと思うじゃないですかおじなしゃあないとしかも なんとホテルも出ないともう自分持ちですってええーみたいなさらに金かかるじゃないですかそんなもんしかも今ホテルなんて高いですからおそらく1部屋200ドルぐらいしますよねどこ行ったってでクレイグと2人分の部屋ですから1日400ドルで2日間泊まらされたら800ドルにもなるわけですよねでもこれはもうあかんと飛行機会社を変えてとにかくニューヨークに帰った方がええということで その場で携帯で調べまくったんですけどもどのフライトも満席ソールアウトんか数日前にあった天候不良のせいでキャンセルが起こった飛行機の溢れた人たちがドミノ倒しでどん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 その次の飛行機に入っていくからただのそれは順番待ちになって2日後っていうことでなんじゃそれと。 もう、あっきに取られて、ですねいや、もうしょうがない、もうこれ、レンタカーやなという話になって、ですねトロントから車で8時間なんですけど、トロントに着いたのが夜の9時ぐらいですか、ほんでもうクレイグと2人で空港のレンタカー、電話しまくったんですけど、も一1つもないと、レンタカーも、全部ソウルドアと、で、バスもないと、次の日の朝一の、10時間かかるんですけど、でもバスはどうにかして嫌だと。 すんごいしんどいんですよねあれバス10時間ってでもどうしようもないどうしようもないって言ってたらもう夜中になっててそのトロントの空港12時ぐらいで空港難民がうろ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 してる中ですねカスタマーサービスがないんですよトロントの,そのチェックインの,その空港にはだから直接その発見するチェックインカウンターに行って スタッフの方ととと、喋らないといけないいいけそこには長蛇の列ができててそれだけで30分から50分かかるということで黒田拓也うろうろしましてそのプライオリティそのビジネスクラスとかの方の,あのチェックインの方にすすすと行ったらですね、ちょうどその真横にコンシェルジュというですね、もう一般の方は入ってはいけない部屋があるんですけども。 プライオリティのところのチェックインに誰もそのスタッフの方いなかったからですね、もうこれ黒田拓也、腰を低く、低くしてですね、もう地面につくんじゃないかぐらい腰を低くして、えー、コンシェルジュのドアをノックしまして、すいませんとですね、いや、そうプライオリティのところに誰もいなくて、ちょっとお話だけでも聞いていただけないでしょうかと言うたら。 ほんま絶対ダメなんですよ普通の,その一般ピーポルが入ってはいけないとこなんですけどもそこのです、ね、お姉さんがめちゃくちゃ優しくてですね、まあ、23秒僕を凝視した後、まあま品定めをされたんでしょうねいいわよとどうしたのといや俺のこの腰の低さが効いたのかなと思ったんですけどもほんまに腰が90度ぐらい、まあ、ぎっくり腰の話をしてるときに。 そんな話も何なん,なんですけどもね。なら、むっちゃ親身にいろんなあの作戦をコンピューターで調べてくれて、でやっぱりもうどこもチャンスがないと。でもその方がですね、あのモントリオールに行く、カナダですよ、モントリオールに行く飛行機が夜中の12時半に出るわよと、私ができんのはそれぐらいかしらと。 まあ、トロントがもう難民であふれ返ってるからモントリオロールに行ったらレンタカーとかなんかチャンスがあるんじゃないかしかもね車で言うと2時間分だけ近づくんですよニューヨークにクレイグといやもうそれはしょうがないもう少しでも近づこうということでその方のですねもう敏腕,な敏腕な手腕でですね、えー、飛行機をすぐに取っていただいてでもすごいんですよねコンシェルジュなんでもうそこから荷物とかも入れれるんですよ。 そそののままその今シーズンの裏のドアを開けたらですねすぐそこがもうそのほんまにその上級メンバーの方だけがその乗せれるベルトコンベヤがあってそこに荷物をスチャッと入れてですね俺とクレイグはその人のおかげでモントリオールに行くことができただそのモントリオールに行く飛行機の寸前にモントリオールだったらじゃあレンタカーあるのかって話なんですこれもう夜中で12時半の話ですからねいやーこれね オンンライでで見ても,もうないんですよ。まあ、どこもかしこも同じ状況で、えー、これはもう結局モントリオールに行っても一緒やなとで次の日の朝市のバスもまあんまりほとんどなくて電車も10時間かかるとで僕その次の日夜ライブがあったんですよブルックリンでどうしても帰らなあかんということでモントリオールからやったら飛行機あるかなと思ってまたグーグルフライトで調べまくったら。 エアカナダだったんですけどそのトラブルが続いてあったのはデルタで朝6時のフライトでラガーディアに行くのが2席だけ空いてたんですよ奇跡的にただただ TADA ただファーストクラスなんですよね <laughs> 言うても1時間ぐらいのフライトなんでファーストクラスといえどもね これが例えばニューヨーク日本行きのフライトでファーストクラスってなったらそりゃもう120万とかしますわただ今回は短いということで2人で1200ドル600ドルずつ日本円で言うとまあ10万円ずつですかねでもクレイグともうその時点でも体は老婆老婆なんですよね ROBOROBO ですボロボロなんですよロボロボなんですよ でもそのままだってあのモントリオールで空港難民になって、ね、そこからホテル探してっていうのももうむちゃくちゃなわけじゃないですか。も僕はですね震える親指で、えー、そのデルタのフライトをもうポチりましてですね、まあ、先ほども言いましたけどもそのホテル代ね2日間、まあ、合計800ドルぐらいになるのを考えたら、まあ、プラス ドルでニューヨーヨクに帰れるとしかも、まあ、これただ単に自分の重くそ自腹なんですけどねそのどこも払ってくれないんですよこれあのエアカナダも違う空港航空会社に行った場合は全く責任がないのでえー、それでですねポチりましてモントリオールの空港に着いたのが、ね、夜中の2時。 でもクレイグも腹減ったよから夜中に空いてるサンドイッチ屋がサブウェイって皆さんご存知ですかねアメリカの有名なチェーンってサブウェイに行ってですねなんかた食べたことない味の濃そうな味のこういう時ってねやっぱはっきりした味が食べたくなるんですよもうなんかその体にカツを入れるという意味もあってですねなんかケージャンケージャンチキンサンドイッチみたいなもう味の濃いのをね僕買いましてで,ですね 朝のそうです、ね、4時ぐらいまでクレイグと2人で、えー、あの公共のテーブルでサンドイッチ食いながらだべりましてもう一応ファーストクラスですわ <laughs> 朝6時なんですけど何か飲まれますかみたいな来るんですけどもう何もいらないんですよ水だけくださいとビールとか飲んでる人いるんですけどねさすがの僕とクレイグもですねもう何もいらんと。 で、朝6時に着いて、8時ぐらいか、で、もう徹夜でね、だからニューヨークに命からがら、そのカルガリーのカナダを出たのが朝7時ぐらいだったんで、ほんまに24時間かけて、徹夜で、えー、命からがら着いて、その日の晩、友達がポップアップ、ラーメンポップアップしてる店でライブして、で、それもまたもうベースアンプ運んだりとか、結構、手弁当だったんですよ、全部。 そんなんでおそらく腰に負担がかかりまくった末のえー、ぎっくり腰だったんじゃないかと思っております。<music> これ一個グッドニュースなんですけどまあムーンフライトでも言うと思うんですけどもその後帰ってきて週末にですねニューヨークは電車で2時間ぐらいの、えー、ところアップステートに行ってなんとあの久しぶりに。 これはホゼも言ってましたけどファンが喜ぶんじゃないかとホゼ・ジェームスのレコーディングに実は参加してまいりましたおそらく来年出るであろうあ彼の新しいアルバムに、えー、久しぶりにこうやってがっつりホゼのプロジェクトに参加してきましてですね、えー、これはグッドニュースですねちょっとあの全貌はだいぶ先になると思いますが明らかになるのはそこの 面白いどこだったんですかスタジオ兼宿舎付きで夢のような場所まあ,あのドリームランドってそのままなんですけどスタジオの名前がスタジオの上に部屋が3つぐらいあってでまあ離れんところにもなんか泊まれるとこがあってみたいなでみんなそこに泊まってワイワイキッチンがあったりですねリビングがあったり楽しいとこでですね、まあ、いつかなんかそういうプロジェクトがあったら僕も一回みんなで行ってみたいななんて思うんですがそこでね ほんまに何気なしに夕方ぐらいかなちょっとこう歯を磨こうと思ってですねトランペット吹く前に僕歯を磨くのが習慣なんですけどもちょっと前かがみになって洗面所でその瞬間ですわ左の腰がバチーンと言いましてうわやっておいたとでおもろいもんでパチンってなった瞬間耐えたと思ったんですよそのパチンってなってすぐ体を戻したからあ いや耐えた耐えた危なかったと思ったんですがそこからあれよあれよあれよと症状が悪化して、えー、もうその日の夜にはそうですねもう前かがみは全くできない状況ぎっくり腰って意外とみんな経験されてると思うんですけどもどういう状況かと言いますとですねまず靴下が履けない前かがみになることができないので、えー、靴下がろくに履けないパンツもろくに履けない。 あとはおトイレで、あのこれちょっと汚い話ですけども、お尻を拭けない、もうほんまにピコ,ピコ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 足をですね、小鹿のように震わしながら少し腰を持ち上げて、なんとか指先で届くか届かないかと、もうこうなるとね、これも汚い話ですけど、いや、これね、鳴った人分かると思う、ちゃんと拭けてるかどうかなんか、もうどうでもよくなってくるんですよね、痛すぎて。もうとりあえず もう届いいたたことに感動みたいなねほんまに痛いですねあとはあの寝るのが怖い寝てる時はあんま気にならないんですけどもあでもねほんまに症状が悪い時って寝てる時が一番痛いんですよねだから寝れないっていうことはあるんですけど今回そこまでひどくなくてじゃあ何で寝るのが怖いかっていうと朝起きた時にベッドから立ち上がる時が一番痛いんですよ。まずゴゴゴロンゴロロンンンと寝返りを打って ベッドの端まで行って足だけを下ろしてで手で上半身をベッドを押しながら持ち上げるとだベッドの端っこにまず座るという状況に持ってってこっからですよ普通に立てませんから、まあ、近くに手すりとかがあるとそれにこう寄りかかりながら手すりがない時はベッドをグーグッと両手で押しながらゆっくり立ち上がると いうことなんですよねでもその長いこと今ちょうどね9月の準備曲を書いたり譜面を書いたりしてるんですけど長時間椅子に座ってるのが一番良くない腰が固まってしまうんですよねえー、なんていうちょっと痛い話をしてすいませんでしたが、えー、黒田拓也そういうぎっくり腰になってしまいました皆さんはぎっくり腰の経験あると思いますあのー ちょっとコメント欄にでもね私はこんなんやったみたいないやもちろんねあのヘルニアも僕やってますからでもこれほんまにあのこういうのって風化するんやなと思いますよねニューヨークってその歩くスピードがめちゃくちゃ速いんですよねトロトロ歩いとったら結構マジで普通に怒ってくる人いっぱいいるんですねすごい街ですからでヘルニアの時とかってもうほんまにゆっくりしか歩けなかったからすごいこう あの人に優しくなるんですよねあの街中でこで体の不調があってですねうまく歩けてない人を見るとあっ優しくせなあかんななんてゆっくりねあのプレッシャーかけないようにとか思うんですけどもやっぱ最近そういうの忘れてたなともう自分がはよ行きたいことだけ考えてですねスタ,スタ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 歩いとったよ思うんですけどもやはりこれまたなるとあのそういうね え気持ちがよみがえったりもしてくるんですけども僕の家のニューヨークって一応エレベーターがあるとこあるんですよねサブウェイにサブウェイってあのさっきのサンドイッチ屋じゃないですよあの地下鉄屋ですよ地下鉄屋っておかしいですね地下鉄屋さんなんですけどもだから結構そのしょんべんするやつとかおったりとかしてあんまり使わないんですよみんな臭いからしかもあのとそんなとこで空間ドア閉まったら嫌じゃないですか鼻で息すんのね でも、ね、そんなな言えなかったです、ね、そのアップステートからホのあのー、レコーディングから電車で帰ってきたんですけど一番痛い時に重いリュックサックにトランペットを右の肩にかけてで左手にスーツケースちっちゃめですけども結構重いスーツケース持ってほんまに4回ぐらい傷するかと思いましたね家に着くまでに。 階段登ってるとか一番痛いんですけど後ろからもうすごい勢いでですねそのニューヨーカーたちが来るから止まったら怒られるって思うからですねほんまにもげるぐらいの痛さを我慢しながら、えー、命からがら、えー、ニューヨークのブルックリンの家に着いたとさ <music> えー、今日はですね夏のあ終わりの 怖い怖い腰の話をさせていただきましたがいかがだったでしょうかあのバスケも運動不足なんてことはなくですねバスケもしてましたしまあただそのやっぱりちゃんとしたストレッチとかできずに一気にその コカナダのツアーと体に負担のね、かかるトラ,ベルがトラベルが多かったっていうのも原因の一つだと思いますが皆さんどうぞ、えー、こうお体はですねお大事に腰はやっぱストレッチなんかなそのヘルニアの時に教えてもらったストレッチ結構頑張って続けてたんですけど最近確かにちょっとぼさりしてたなと。 えー、思います皆さんぜひ、えー、腰は体の要でございますね月と要と書いて腰、えー、月の意味はわからないですけどもまあ、要でございますからですね、えー、ぜひに十分に、えー、気をつけていただきたいなと思いますさあ久しぶりのタイムアウトいかがだったでしょうか9月日本に参りますもう素晴らしいのが目白押しですね えー、目黒推しといっても過言ではないですけどもあのー、まずはミンシャタクヤバンドでブルーノートジャズフェスティバル有明ア,ア,アリーナやったかな有明ア,ア,アリーナ楽しみですねそうそうたるインターナショナルのラインナップに、えー、どんな賞になるか今からどん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 詰めていこうということなんですがプラスさあ黒田タクヤバンドもしっかりと出動します、えー、東京ブルーノート えー、ブルーノートさんが新しく大阪に開いたお店その名もブルーヤード庭ですよねだからヤードなんて、えー、いつもあの,このネーミングに関してはちょっと会議に俺も入れてほしいなと思うんですけどもですねで、がブルーは絶対入れなあかんっていうのねありますよねほんまに。一回でもその,の <laughs> 友達とかにもうブルーイエローとかにしたらどうとかって思ったんですけどもねなんか分かんないですよ色変えてみるとかのおもろいから思ったんですけどもまあそれはさておきですよ、えー、ブルーヤード場所僕ちょっとよ,よく分かってないんですけども大阪駅直結とか直結じゃないとか、えー、いう話でございますけども、えー、大阪9月の24日ぜひ、えー、お見逃しなくメンバーえぐいですアメリカからは ラシンカーターベースコーリー・キングボーカルトロンボーンそしてクレイグ・ヒルテナスサクスフォンそれに、えー、大林武志ピアノキーボード菅野智明ドラムと、えー、この6人編成で黒田拓也セットがっつり行いますのでぜひそしてそしてこれはちょっとね今これを中心に今ニューヨークで準備をしてるんですが。 題して、拓哉クロザスペシャルと、えー、名付けました。9月の26日、えー、東京ブルーノートです。これ、おそらく一夜限りの編成になると思います、えー。本もさらに増やしてですね、先ほどのメンバーに泣く子も黙る、トランペット界神戸が生んだ、トランペット界のマイク・タイソン、えー、広瀬美紀、それに、えー、今もう飛ぶ鳥を落とす勢い、もう。 名実ともにジャパンの人気者テナーサックス馬場智明が今回はバリトンで参加したというのも、まあ、クレイグがテナーサックスでいるからちょっとアレンジの関係で「えー、バリトンちょっと馬場ヤお願いできないですか?」ね。 名字にバーも入ってるし、バーつながりでいけるんちゃうかっていう話でですね、うんえー、心よく引き受けてくれました。えバリトン・サックスに、えババトモアキ、そして、フロムニューヨーク・ブルックリンスーパーギタープレイヤー、アキラ・イシグロ。この編成でお送りするですね、黒田拓也スペシャル。今、新曲も書いてます。それに向けて。あとは、既存の曲をこのラージアンサンブルというか、ビッグバンドにアレンジして、一夜限りの。 えー、ライブをお送りしようと思っておりますのでぜひあの皆さんチケットなくなる前に Get you want you I need you ということで、えー、今日も黒田拓也がお送りしましたタイムアウト皆様ご清聴ありがとうございましたということでおやすみなさい <music>